私が子供の時って私みたいに指がない人がピアノをやるっていう環境がやっぱりあまりなかったんですね。でそれでずっと諦めて何十年と生きていたんですけど、今も学校には通えてない状態で、大好きなピアノを弾くとしても家で一人で弾くとか、もう狭いね、両足両手が動かせないんです。今回の大学のリモートがあるので、世界の人にも私の行く姿とか知ってもらえるいい機会。障害があったり寝たきりだったり手が思うように動かないからピアノは弾けないよねとか、プロとは共演できないよねっていう、そういうことを覆したいというか、ピアノ演奏簡単には僕したくはなくて、チャレンジしてクリアしてやったぜ、克服してやったぜっていう成功体験とか、自分がちゃんとやったっていうそういう自己高揚感をどんどん積み上げていって、とはやっぱり苦手はあるから、そこはテクノロジーで補うみたいなことができるといいし、今回の場合はオーケストラの演奏にも合わせて演奏する必要があるっていうのが、一つのチャレンジになります。このテンポはちょっときつい全く見えないですけど楽しみでもあるし、ちょっとドキドキ。もうこんなにピアノって大変なんだなっていうのが、オーケストラとピアニストと、まあ、誰でもピアノというこの3つのプレイヤーがお互いに協調して演奏を届けなければならない。鍵盤を動かし始めてからハンマーが弦を叩いて音が鳴るまでって遅れがあるんですね。遅れとしてはなるべく人が鍵盤に触った瞬間から、まあ、どういった鍵盤の動きをしているのかっていうのをセンサーで読み取って外に伝えるっていうような、そういった仕組みをピアノに今回取り入れています。今回の成果物を元に全てのピアニストがその時その時にやった適切なチャレンジをクリアしていくためのまあテクノロジーになればいいと思うし、まあそれピアノっていうものを通じてまあ他の人とコミュニケーションを取ったり、非言語コミュニケーションのツールとしてピアノをみんなが使えるようになるっていう、まあそういうきっかけになるツールになるといいなというふうに思っています。ちゃんとした大工の形にね仕上がって、ハンデがあるとかないとかっていうのは
一緒に演奏している上ではあんまり気にしないでできたかな。一つの音楽を作るという中で何かそういう音楽で一つの新しい空間を作れた時に本当の意味で違いを理解し合えたり、それぞれの苦手な部分っていうのを得意な人が補い合えるような、そういう世の中になったらいいなと考えながらやっています。うれしいです。楽しめて嬉しいです。障害だからっていう理由で何かこう踏みとどまるっていうのは時代遅れだなとは思っているので、今日のステージを終えてもピアノは続けたいと思います。Thank you.